シルフモドキは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか？はい、もうちょっと待ってください。
小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。何？あれを手に入れただと？しっ、バカ。声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう神水なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ、あいつらには内緒なのか。当然だろうよ。あいつらは腹いっぱいに飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう浸水なんか飲ませられるか。まあそうだな。よし、イリアーニならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。船の手入れは万全っす。よし、偵察が戻ってきて俺たちが出発したら、お前はいつでも出航できる体制で待て。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。はいっす。何かあったらすぐシルフモドキで俺たちを呼んでくださいね。最悪の場合。リンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ、お主も欲しいか。ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか。まあな、坊に頼まれてしもうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞお師さんから言い含められたかい。とんでもないです。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。おいしい。
酸っぱくて甘くて。いいわ、味わからないから。海が好きなのね。海、波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も？岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おーい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん、しかも剣門の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。分かった、直接俺が確かめる。ちょっとどういうこと？剣門がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと？分かんないけど無関係とは思えないよ。アイフリードは対魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が聖領の剣門を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、攻撃。しかしアイゼンのやつも勝手じゃのう。仕方ないわ、船長探しがあいつの目的だし。